ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。高橋です。本日ご紹介するお車はこちら W463A AMG G63 になります。はい、なかなかまたいかつい仕様で。そうですね。パッと見、はい、だいぶいかつく見えると思うんですけれども、はい、とてもかっこよく仕上げれたと思いますので、今回ですね、はい、ご紹介したいと思います。お願いします。はい、で早速なんですけど、まあ、G6 さんのグレードというか仕様。そうですね、はい、まあ、元々エディションとかではなく、はい、ヘッドライトとかウインカーとか、はい、まあ、はい、普通のシルバーの中がシルバーのやつですね。なるほど。まあ、グリルはもちろんシルバーですし、はいはい、あとホイールとかも、純正の20インチの、やつ、まあ、エディションとか22インチではなく、もう完全にノーマルの、はい、G6 さんをベースに一気に、そうですね、はい、納車と同時に、お客様の納車と同時にここまで仕上げさせていただきました。あ、なるほどね。はい、まあ、でも、もうこことかも純正ですかね。そうですね、ウインカーとかも、はい、まあ、まあ早速ご紹介させていただくと、はい、まずフロント周りですね、はい、こちらヘッドライト、中が、インナーブラックのインナーブラックヘッドライトに、そうですね、変わっております。はい、あとウインカー、これも中が黒くなってます。はい、はい。でね、よく、まあ、スモークとか仕様とかあるんですけれども、はい、やっぱり中が黒くなってるのと外側だけスモークするので、やっぱり全然、クオリティというかですね、印象が、見た目が変わりますので、やはりこれはねちょっと高いんですけれども、はい、やはり、中がちゃんとした黒の、まあ、純正品を使っていただくっていうのが、まあ、最近の人気のトレンドになってます。はい、ありがとうございます。でグリルもブラックアウトされてる。そうですね、これは、まあ、はい、ペイントの方で仕上げさせていただいてます。あ、なるほどね。ボディ色が黒ですので、はいはい、まあ、それにコントラストをつけるような形で、サテンブラック、まあ、マットですね、はい、マットサテン、まあ、ハンツヤみたいな感じで全部エンブレム、縦のグリル、AMG エンブレムですね、全部、サテンブラックで仕上げ統一させていただいてます。なるほど、ありがとうございます。はい、でこのトリムのところとかはペイントですか。そうですね、ラッピング、これもラッピング、これラッピングですね、はい、で 3M のこれもサテンブラックなので、ちょうどグリルとかと合わせて、なるほど、ラッピング仕上げ行ってます。はい、で下に行くと大人気商品のブラバスのフロントスポイラーですね。はい、本当にこれ何本売ったんでしょうか ね、もう数えきれない数えきれないぐらい、大体うちで置いてるゲレンデはついてるついてるという350、400、63、関わらずもう大人気の商品ですね。そうですね、350もラインナップがあるのがいいですよね。はい、はい、でデイライトでね、ここは、はい、ヘッドライトとデイライトのコーディングしてますので、はい、上のヘッドライトと合わせて光が光って、で横の B マークは夜ですね、はい、青く光るような形になっております。はい、で、ちょっと目についたんですけど、ここがボディ同色ですよね。そうですね、で真ん中はこれパネル外れますので、はい、ここだけこのトリムだとかグリルと合わせてサテンブラックの、合わせてる感じなんですね、のペイン、サテンブラックでペイントさせていただいてます。あ、なるほど、まあ、統一されてて結構かっこいいですね。でフロント周りはまあ真っ黒に仕上げて、はい、まあ、その中でもツヤありとツヤ消しのコントラストで仕上げさせていただいております。はい、はい、じゃあ浅井さん、次ホイールなんですけれども、これ今回はどんなやつですかね。はい、こちらは ADV1、はい、アメリカの単造ホイール、はい、ADV1 の、23インチになります。はい、で種類、デザインですね、デザインは ADV の15、はい、でシリーズはこの SL シリーズという、はい、まあ、軽量スーパーライト軽量の、シリーズになっております。この15というのはスポークが、そうね、スポークの数が15本ですよね、あります。でそして、はい、ワンピース仕上げの、はい、23インチになっているので、はい、フィニッシュはポリッシュベース、ね、ポリッシュベースのポリッシュドスモークというですね、はい、とても手の込んだ仕様になっておりまして、はい、ポリッシュの上からスモーク塗装することによって、はいはい、この光の当たり具合ですとか、もう見る角度によってこう見え方、明るかったり、まあ、濃くなったりするという、とてもですね手の込んだ、まあ、高級な仕上げになっております。そうですね、なんかここから見てもこう顔を動かすだけで、そうですね、結構見え方が変わりますもんね。同じなんですけどね、表面も横も同じなんですけれども、見え方、光の当たり方によって全然表情が変わってくるという、すごく手の込んだ、仕上げのになっております。でもちろんですね、空気圧センサーは純正装着させていただいておりますし、はいはい、車検の JWL も入ってますので、まあ、その辺も安心してお使いいただけ
るかなと。であとはワンピースですので、はい、やっぱりホイールが大きく、リムがスポークがね、スポークが、一番リムの端まで来ているので大きく見えるかなと思います。はい、で車高はこれ下げてるんですか、ね、そうですね、IID の、これも大人気ですね、 IID の、ダウンサスによって大体3センチぐらいです、ね、3センチぐらい、はい、だいたい指、そうですね、4本ぐらい、そうですね、はい、まあ綺麗な感じで、そうですね、落ちてます、前後バランスも綺麗かなと思います。で、はい、そこにね、あの IID のダウンサスね、こうなんていう壁のみたいに積んでますね。あのこの前ありましたね、どんだけ売れてんねっていうぐらい。メカニック大変そうですけれども、はいはい、なんかいっぱい、売れてる商品になっております。で続いてサイド周りなんですけれども、はい、まずミラーから、はい、ミラーね、これパッと見、何が変わってるのってよく言われるんですけれども、はい、この上の部分がもともとはクロームなんですけれども、これもちゃんと、はい、要はナイトパッケージ、とかエディションで採用されている、まあ、中が黒い、ウィンカーですね、ウィンカーミラーになってます。この辺もきっちり純正品を使ってる感じですね。そうですね、はい、であと合わせてここの V8 のビターボのエンブレムは、これもサテンブラックでペイントさせていただいて、はい、まあ、ここサイドステップですね、はい、ここも大人気の、そうですね、定番中の定番ですね、はい、なんですけど、まあ、これねどうしても傷がつきやすいので、はい、まあね一長一短はあるんですけれども、はい、一応傷がつかないようにここ一番外側はプロテクションフィルム、あ、貼ってあるんですね、はい、ステルスのプロテクションフィルム貼ってあるので、なるべく傷がつかないようにですね、はい、なるほど、まあ、乗るときは、ね、ちょっと注意していただいて、はい、で、まあ、それでも、ね、傷つくときはついてしまいますので、はい、注意していただければと思います、はい、でマフラーがこれはブラバス、はい、ブラバス、これね高いですよね。高すぎます、はい、ブラバスの商品、まあ、フロントもそうですけど何でも高いですけど、はいはい、これも100万オーバー超えのですね、余裕で超えてるブラバスのマフラーですね。で、まあ、今回はこんだけ黒くしてあるんで、もうブラッククローム、ブラッククロームの出口になってます、はい、でもちろん、E-MAC、ありの車検対応品、このままもう車検通っちゃう、車検も通りますし、純正のバルブ切り替えのスイッチで、マフラーの切り替えが可能という本当になかなか優れものですね、優れもの、そうですね、さすがブラバス、純正機能損なわない、さすがブラバスといった商品、後でねまた音も聞いていただければと思います。はい、ギアホイールもまあフロントと同じ感じで、一緒ですね、はい、ADV の ADV15 になってます。で結構攻めたオフセットですよね。そうですね、まあ、結構パツパツここ見ていただければ、はい、かなりいい感じの面具合になってるかなと。めちゃくちゃかっこいいオフセットですね。ですね。で車高もいい感じで、そうです ね、ローダウンされてて前後のバランスもなってるかと思います。はい、で私はこのなんか原始的な装置というかそうですね、これね、はい、よく使っているんですけれども、はい、いわゆるこれがですね、はい、タイヤのホイールのはみ出しの、まあ、測定器といいますか、はい、前30度と後ろ50度を測る機械になっています。なるほど。でタイヤと、ね、ホイール、よく、ね、はみ出し、ね、つらつらどうですかと言われるんですけれども、はい、このタイヤの上の部分、ここ真ん中ですね、はい、が中に入ってたらいいよっていうわけではなく、はい、前30度と後ろ50度がはみ出してはいけないという法律がありますので、はい、まあ、それを測るためのまず機械になってます、はい、まあ、分度器でもいいんですけど、まあ、こういう機械になってます、はい、なるほど。で、2年ぐらい前だったかなの法改正において、タイヤが一番外側の場合、フェンダーから、10ミリ未満9.99 までは、はい、タイヤが一番外側であればそれは、はみ出してないものとして車検対応扱いにしますよという法律に変わりましたので、はい、まあ、このタイヤですね、今度こっちからの、角度で見ていただきたいんですけれども、タイヤがですね横から見れば一番外側、ね、一番外側になってますので、9.9 ミリまでのはみ出しに関してはここと向こうがはみ出してなければ、9.9 ミリまでであれば車検は通りますよと、そういう今の車検の仕組みになっています。はい、
はい、だからまあホイールのねリムがこの出てたらダメなんですけれども、そうですね、まあ、引っ張りタイヤとかそうなんですけれども、はい、こういう四駆とかタイヤがこうプクッと出てるのに関しては9.9mm って言ったらだいぶね1センチですから、はい、だいぶですので、であれば、車検は大丈夫ですよということになっております。まあタイヤがあの表に出てればある程度は攻めれる、そうそうそうね、そうそう、ただまあどうしてもね四駆じゃない時は引っ張りの時とかですねスポークが出てる場合もありますので、その辺はご注意していただきながら、ホイールを選んでいただければと思います。そうですね、まあ、フェンダーの形状とかも結構車種によっても違いますからね、はい、そのあたりはご相談いただければと、はいはい、思います。はい、じゃあ浅井さん続いてリアなんですけど、はい、リアはもうメッキパーツとかエンブレムとかをこれも同じくそうですねサテンでブラックで、まあ、フロントと合わせて、はい、後ろも黒く、仕上げさせていただいてます、はい、まあ、このエンブレム類ですね、エンブレムも黒くさせていただいて、はい、あとはテールライトですね、あこれも純正品のテールライト、いわゆるナイトパッケージのテールライトに交換して、ここのトリムとかもですね、はい、フロントと合わせて、全部合わせてサテンブラック、あとはここもね大人気のスペアタイヤカバーですね、はい、ここも、ここメッキのね、面積が大きいですので、これすると非常によく変わると好評の部分ですね、はい、そうですね、はい、でまあ細かいところ言うとこういうところも、あそうですね、まあでもこれはまあおまけ程度です、はい、はいはいはい、意外と剥がれないです、はい、でこれ室内は今回はどんな感じですかね。そうですね、もう室内はまあほぼノーマルの状態で、はい、まあレーダー探知機、最新の、移動式オービス対応の、まあ、レーザー式オービス対応のレーダー探知機と、あとはドライブレコーダーですね、はい、こちらを装着させていただいている、まあ、まあまあ便利グッズですね。そうですね、この辺は皆さんつけられてますね、はいはい、ぐらいになります。はい、では高橋君、はい、本日の G63 いかがでしたでしょうか。まあ、とにかく黒とにかく黒っていうのはもう最初に言っておきたいんですけど、まあ、結構、ね、人気の商品ブラバスのフロントリップとか、マフラーとかその辺がつけてあるのと、あとは結構細かいところまでもうとにかく黒にしてあって、で黒でまとまった、まあ、黒しかさっきから言ってないんですけど、まあ、黒でまとまった綺麗な、まあ、お手本となるような車かなと思いましたね。はい、まあ、これねお客さんにも今日ねちょうど朝見ていただいて、はい、あめちゃめちゃかっこいいやんと言っていただくことができて、でこれまあオーナー様本人だけではなく奥様もね乗る車になってますので、奥様 もうめちゃめちゃかっこいい、もう早く乗りたいというぐらいに興奮してましたのでこれはね女性の方が乗ってるとねあのめちゃめちゃかっこいい、だいぶいかつい、だいぶいかつい仕上げになってますのでですね、はい、また G63 の乗りの方ですね、まあ、ちょっとねブラバスとか ADV1 とかだいぶ、まあ、高級ブランドなので値段は、はい、高いのは高いんですけれども、その代わり、満足度が高い商品、満足度が高い仕上げになってますので、まあ、ぜひですね、G63、このような感じで仕上げたいという人がいれば、お問い合わせいただければと思いますので、お問い合わせお待ちしております。お待ちしております、まあ、もちろん、今回サテンブラックとかで揃えてるんですけど、ここはマットにしてとか、ここはツヤリにしたいなっていうご相談もしていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、本日はこのあたりで、次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。